ラザフォード郡はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は67,810人であり、2000年の62,899人から7.8%増加した。郡庁所在地はラザフォードトン町であり、同郡で人口最大の町はホレスト市町である。 ラザフォード軍は1779年にトライアン軍の西部が分離して設立された。軍名は1776年にチェロキー族インディアンに対する遠征隊を率いアメリカ独立戦争の将軍だったグリフィス・ラザフォードにちなんで名付けられた。1791年、軍の一部とバーク軍の一部を合わせてバンコム軍が設立された。1841年、 リンカーン軍の一部とラザフォード軍の一部を合わせてクリーブランド軍を作った。1842年、さらにラザフォード軍の一部とバーク軍の一部を合わせてマクドウェル軍を創設した。最後は1855年、ラザフォード軍とヘンダーソン軍のそれぞれ一部を合わせポーク軍を設立した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は566平方マイルであり、この内陸地564平方マイル、水域は2平方マイル5平方キロメートルで、水域率は0.31%である。チムニーロック州立公園ラザフォード群は15の軍区に分割されている。キャンプクリーク、クリフサイド、チムニーロック、コルファクス、クールスプリング、ダンカンズクリーク、ジルキー、 ゴールデンバレー、グリーンヒル、ハイショールズ、ローガンストア、モーガン、ラザフォードトン、サルファースプリングス、ユニオンの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラザフォード軍の自治体と軍区2010年、ラザフォード軍は Facebook が4億5000万ベイドルをかけて新設するデータセンターの場所に選ばれた。ホースヘッドコーポレーションが 軍内フォレストシティ近くに新しく、アエンなど、主々の金属を製造する最新式設備を建設すると発表した。ありがとうございます。